続いて5件目は、週休3日制の施行です。この度、県内の自治体として初の取り組みとなる週休3日制を市役所で施行します。職員の働く意識や環境を変え、職員のライフワークバランスを改善し、そして業務の効率化につなげていく考えです。次に、働き方改革に向けた週休3日制の施行について、総務課から説明いたします。職員の働き方改革を進める一環として、職員を対象とした週休3日制の施行に取り組みます。フレックスタイム制の導入をされている県内の自治体はありますが、週休3日制の施行は県内初の取り組みとなります。取り組みの目的としましては、職員の働く意識や環境を変えることにより質の高いワークスタイルの推進と個人の生活充実と成長につなげていくことです。取り組みの概要ですが、1週間の勤務時間数は変えず、勤務した日に長めに働くことにより、土日以外に週1日の休みを追加するものです。勤務時間はあらかじめ決められた勤務パターンから選択して実施します。具体には、パターン1では、9時間45分勤務を週3日、9時間30分勤務を週1日、それぞれ各自が設定をしていきます。1週間の組み合わせは自由としており、職員が決めることとしております。なお、週休日は好きな曜日に選択するようにしておりますが、課内で調整を行い、市民サービスに影響がない形で施行を実施することとしております。施行後にはアンケートを実施し、週休3日制の有用性や課題等の抽出を行い、制度導入に向けた検討を行うこととしております。説明は以上です。次に、働き方改革に向けた週休3日制の施行についてご質問をお受けします。はい、読売新聞さん。すみません、読売新聞マナーです。週休3日ということですけれども、施行期間を経て、どの、ぐらいの、賛同というか、好意的に受け止められた段階で実施するというのを決めるのか、あるいはいつ頃から実施する予定か、で、またその職員労組ですね、との調整っていうのはどういうふうについてるのかという点をちょっと聞かせてください。いつから実施するのかということにつきましては、一度施行をしまして、で、課題を抽出して、可能であればもう一度から2回ぐらい施行したいというふうに思っております。で、早ければ、条例改正等もございますけど、来年の4月1日から制度の方を実施できればというふうに考えております。それと職員労働組合ですかね。職労の方には、事前にですね、こういった施行をするという情報提供はしております。また、本格実施に向けて、協議の方を重ねていきたいというふうに思っております。その他よろしいでしょうか。広島ホームテレビさん。すみません、ホームテレビの岡森です。ちょっと事務的な話になるかもしれないんですけれども、この週休3日制についてですね、この対象職員が、すべての職員、一部除くとあるんですけども、これは希望者ができるということなのか、それとも、もし希望者であれば、大体どれぐらいの職員のですね、このテストの施行を見込まれているのかなと伺いますでしょうか。原則、希望者という形にしております。で、消防職員とか保育士、いわゆる交代制のある職員を除きますと、その施行の対象者としましては、250から260人という形になっております。以上です。ございます。その他よろしいでしょうか。